皆さんこんにちは、ビーレジェンドの辻元です。今日は自宅でたった4分腹筋割りのエクササイズをご紹介させていただきます。ぜひ皆さんも頑張っていきましょう。はい、それでは1種目目はヒップレイズです。この種目は腹筋の下腹部を意識します。お尻を持ち上げて、目線はおへそを覗き込むようにお腹を丸めていきます。下ろした時に腰が浮かないように注意しましょう。2種目目はクランチです。手を伸ばして天井を触りに行くイメージで上体を浮かせましょう。この種目は腹筋上部を意識します。肩甲骨が床から離れるまで上げれれば OK です。首が痛い場合は手を頭の後ろで首を支えましょう。3種目目はサイドステッププランクです。頭からつま先を一直線に、体で大きな橋を作るイメージで上体をキープします。足を交互に大きくステップして体幹を鍛えていきます。お尻が下がらないように注意しましょう。4種目目はロシアンツイストです。手を胸の前で組んで肘を伸ばします。手を大きく左右に振りながらお腹をひねります。この種目は腹斜筋をメインで鍛えられるので、ウエストのシェイプアップを加速させます。5種目目はオルタネート V クランチです。右手左手を対角線で交互に上げていきます。腹筋上部と足を上げる腹筋下部を同時に鍛えていきます。つま先を触るようなイメージでしっかりとひねりながら頑張っていきましょう。6種目目はマウンテンクライマーです。両手を床につき、腕立て伏せの姿勢から膝を胸に引き寄せるようにして地面を蹴りながら足を入れ替えます。走るようなイメージで心拍数も上げていきましょう。7種目目はニートゥーチェストです。両足を閉じたまま、膝を胸に近づけるように背中も丸めていきます。目線はおへそを覗き込むように、しっかりと腹筋を収縮させていきましょう。はい、ラストの種目はレッグツイストです。仰向けになって上体を固定しながら膝を左右に振っていきます。腹筋をしっかりひねって、腹筋下部腹斜筋を意識して、ラストの種目最後まで頑張りましょう。
皆さんお疲れ様でした。たった4分で行いますので、ぜひ継続的に行ってください。まあ余裕のある方はこれを2セット、3セット頑張ってみてください。今日の動画が参考になったという方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。概要欄の方からお得な情報も掲載しておりますので、チェックお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。